すごい一貫性のあるコーヒーが抽出できます。この二等のレシピは朝忙しい方とかすごくおすすめ。最初円を描くように 30g 入れながら。こんにちは、クラスのリサです。今日ご紹介するのはエイプリルのドリッパーです。こちらを使って実際にお店で入れている入れ方をご紹介していきます。まずエイプリルのドリッパーの特徴としまして、結構浅煎りに向いているドリッパーになります。浅煎りですごく綺麗な酸質とフレーバーが出せるドリッパーです。でまたこのドリッパーを使って二等で簡単に入れることが可能で、このドリッパーを使うとすごい一貫性のあるコーヒーが抽出できます。で準備するものですね、店舗でも使用しているこちらのサーバーのピッチですね、とはかりフェロのタリですねを使っています。新しいこのエイプリルのペーパーフィルターが底がしっかりと合うようになっているので、こちらもすごくフィット感あって使いやすいです。グラインダーはお店ではフェローのオード2っていうグラインダーを使ってます。今日は引き目は7と1のところですね。1というか7プラスもう少し8に、8寄りに近いところですね。では今から、レシピを紹介します。まずペーパーをリンスといって湯通ししていきます。ちょっと軽く上から支えてあげると綺麗にフィットします。でお店では一回こう湯通ししたお湯は流しています。お豆はクラスのコロンビアアストリッド、こちらを使用していきます。200のお湯を注いでいきます。お湯は92度で入れていきます。では粉をセットしていきます。エイプリルドリッパーは口口径が広いんですごく入れやすいです。でこれ2等なんですけど、100、100の2等で入れていくんですが、ちょっとこうテクニックが必要で、最初サークルでこう円を描くように 30g 入れながら、その後センタープアって言って真ん中に注いでいくっていうのを 70g っていうのを2回やっていきます。はい、ではやっていきましょう。タイマースタートします。でこれ 30g って結構すぐなので、全体に蒸らしができるような感じで入れていきます。なのでスピード感は結構早めと、ケトルも傾けるの結構傾けるかなと思います。で35秒になったらもう一度同じことを繰り返します。はい、これで終了です。あとは落ちるのを待つだけです。これ本当に手が空くので、この二等のレシピは朝忙しい方とかすごくおすすめのレシピになります。お店で言うとたくさんの方にスピード感を持って抽出できるっていうところがすごくいいなっていうドリッパーです。はい、でこのドリッパーの特徴がさっき言ったみたいにフレーバーと、あとは酸質がすごく綺麗に出るので、結構お店で入れる時にこのドリッパーに合う豆を選んでこのドリッパーを使っているっていうところもあって、酸が特に綺麗に出てほしいような甘み重視よりかは酸質重視のものの、お豆を選んで入れていることが多いです。だいたい2分ぐらいですかね。で落ち切ります。2分大丈夫って思うんですけど大丈夫です。ではいただきます。すごい酸が最初に来るんですけど、すごく綺麗でブラックカラントとか赤リンゴすごくわかります。あとは本当に甘みもしっかりあるんですけど、ボディが軽いので何杯も結構ごくごく飲めちゃうようなコーヒーなんですけど、飲み終わった後のフレーバーがずっと残ってます。すごく綺麗なドリッパーになります。このコーヒーがですね、もう今お店で飲めるかと思うので、ぜひこのエイプリルドリッパーで入れてくださいって言ってください。こちらで入れさせていただくので、ぜひ飲んでみてください。
この動画がいいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。ありがとうございました。